皆さんこんにちは、スイコカワタロウのゴムテです。こちらね、アルパカミックスロールを使いまして、ワイド袖のカーディガンを編んでいます。昨日ね、身頃の脇のところと、それから袖の下、これ袖なんですけれども、袖の下のところを剥ぎ合わせていきました。袖が筒の状態になったんですけど、すごいね、この袖。めっちゃ幅広ですね。このまま腹巻きにしてもいいぐらいの横幅があって、すごくダフダフいい感じになっています。このぐらいで、ね、袖幅広かったら、ま、この先ね、あの手首のところをこうクシュッとさせてゴム編みにして細い手首にしようかなと思ってるんですけれども、うん、こんだけね横幅があったら、ニットの上にこれを羽織ったとしても全然ね、あの袖がきつくて入らないっていうことのないような感じになるかなと思ってるんですけれども、でね、今日は何しようかと言いますと、こう裾のところですね、裾のところを別糸で鎖を作って、そこに編みつけていったんですけれど、この目を棒針の方に移し替えていこうと思っております。こちらね、前身頃の方はこの安全ピンにかかっていた目をもうただ単にそのまま棒針の方に移しただけなんですけれど、後ろ身頃の方は別鎖で作り目をして編み始めていますので、この別鎖をほどきながら棒針の方に移し替えていこうと思います。でね、ぼーっとしててちょっと途中までやっちゃったんですけどね、この続きをやっていこうと思います。で、意外とね、作り目の目が小さくってギュッてしないと棒針が入っていかない感じなんですけれども、やっていきます。ほどきながら別鎖を拾っていた目を棒針の方に移すっていうのを繰り返していきます。で、これゴム編みになりますので、今ダイソーさんの8号の輪針使ってるんですけれども、ちょっと号数を下げて6号ぐらいの針に移してもいいかなと思います。8号のまんまだとね、そのまんま減らし目をしない限りはすぼまるっていうことはないので、ちょっとすぼめたい場合は号数を落とすか、目数をちょっと減らすかしたらいいかなと思います。で、私の場合は号数の低い輪針を持っていないのでやっぱり輪針セットが欲しい。付け替え輪針のセットがね、あればね、6号の輪針の長いのとかもすぐ使えますのでね、そういうの欲しいなと思うんですけれども、持ってないのでしょうがないので、8号のまんまでいこうかなと思います。これね、別糸で鎖編みをして、そこから目を拾っている状態なんですけれど、この鎖編みね、こっち側の、黄色い方のところからはこううまくねほどけていってくれるので、目を移すのにこう簡単にポロポロっとほどけて移していけるんですけれど、逆側、こちら側ね、段染めの糸なのでピンクのところと黄色いところとがあるんですけれど、こちら側からは引っ張っても鎖が抜けません。なので、途中までちょっとね、試しにできるかなと思ってやってみましたけれども、こういちいち鎖をこうやって引っ張って糸を抜いてって、こうやってねほどいていかないと移せないので、すごい大変です。煩雑になっちゃうんですね。できないことはないんですけどね。なので、こうやってこういう、面倒くさいことをしなくても、こちらの反対側の方からだと、この黄色の作り目、ポロポロポロとほどけてくれますので、ほどける方から針に移していったらいいかなと思います。喋りながらだとうまく目が拾えない。はい、途中までやってきたんですけど、やっぱりね、8号の輪針の方に目を移すのやりにくいんですよね。で、今おばあちゃんの片身の針箱の方を探してみたら、5号なんですけれど、5号の60センチの輪針が2本出てきました。なので、こっちに移し替えていこうかなと思っています。これね、クロバーさんの60センチの輪針ですね。これね、今もこれ同じもの売ってるのかどうかわかんないんですけれど、このね、針がこんな風にここのところがね湾曲しているんですよね。なので、ちょっとね、癖があるというか、あんまり私この針得意じゃないなって思うんですけれど、金属針になってるんだと思うんですけどね、割とこう糸の滑りはよくって、こう針先は編みやすいです。ただここのところがね、ちょっとまっすぐっぽく編みたいなと思っているのに、ここでどうしても角度がついてしまうっていうような、そういう難点はありますね。使えるものは使っていこうかなと。
ですので、まあ、8号で編んでいくと同じような太さで下までずんぐりいくんですけど、ちょっとね5号なので絞ったみたいなウエストラインになるかなと思います。まあ、それはそれで可愛いかなと。では今ここまでね半分ぐらい目をダイソーさんのワパリの方に移してきたんですけど、これをクロバーさんの針の方に移し替えていきます。やっぱり作り目のところね、どうしても目が小さくなってるんですかね、ほらちょっとね滑りが悪いんですよね。ギュギュギュってしないと移動してくれないので、一段だけだと思いますけれどもやりにくいですのでね、移し替えていきます。ただ単にこう滑り目でどんどん移していくだけなので、これは早い作業です。でもちょっとね作業しながら雑談していこうかなと思います。皆さんバレンタインですね、バレンタイン何かイベントされますか？うちはね昨夜もう本当遅い時間まで ね娘と一緒にねバレンタインのプレゼント用のクッキーを作っていました。今回はねもう動画作成したりとかしなかったんですけどね、母屋の方で台所暖かくしてクッキー作りしてたんですけれど、母屋のオーブンが壊れているのでね、寒いところ外をね歩いて離れまで戻ってきて、離れでオーブンで焼いてまた母屋に戻るなんていうようなことをしておりました。だから母屋のオーブンをね早く新しくしたいな、買い替えたいななんて思ってます。オーブン料理ねうちすごくたくさん作るのでね、やっぱり不便なんですよね、壊れてしまったの年数もあるのかなと思うんですけれど、どうしてもね使いすぎっていうのもあるかもしれないなと。もうね基板がダメになっちゃってて、部品があれば変えてもらえたかもしれないんですけど、それもねもう残っていなかったらしくって、対応するものがなかったらしくって、もう修理は無理、なんか買い替えっていうような形になってしまいました。で夕方出かけていきまして、袋を買って帰ってきたわけなんですけどね、その時に近くスーパーがあるので、スーパーでねバターであるとか小麦粉であるとか買わなくていいのって聞いたら、あるから大丈夫でしょうみたいな感じで、割とうちの娘ケチくさいのでね、余分に買っておくっていうことをしない子なんですよね。まあそれでいけるっていうから、いくつ作るのか私知らないもんですからね、まあバター 500g あれば足りるかと思って、その時は買わなかったんですね。ところがいざ帰ってみたら10人分作ると、で10人分1人頭10枚ぐらいクッキーをね渡したいって言うんですよね。ということは、まあ、100枚作らないといけないわけでしょバター足りるかなってちょっとね心配になったんですけどね、1人でできるって聞いたら、できるっていうもんですから、晩ご飯の後ね娘と交代で私もお風呂入りまして、そのお風呂入ってる間に娘生地をこねてたわけなんですよね。ところが結構うちの娘大雑把なところがあるんですかね、こだわるところには徹底的にこだわるんですけれど、あんまりこう興味のないところは結構大雑把なところがあって、まあ私もそれは一緒なんですけどね。お菓子作りは特にそうじゃないですか、厳密に何を何グラムってどういう状態になるまでかき混ぜてとかってしないとうまくいかないですよね。ところが結構ねバターのこね方が大雑把で、私が見た時にはもう小麦粉が入った状態だったんですけれど、バターがねムラになってるんですよね。お砂糖と十分に混ざり合っていない状態のままで卵を投入して、で粉を投入しようとしている段階だったんですよね。そしたら、卵が入っている中でバターがつぶつぶの残ってるような状態なんですよ。なんでか知らんけどこんななったって言いながら、もう粉を入れる直前だったんですね。あ、待てって言って止めたんですけど、横見たらもう粉の入っているのもあるんですよね。あーってもう粉入れてしまったかっていう感じでね、でかろうじて粉の入っていなかった最後の一つ、私もっとねガーッとこう時間をかけて泡立て器でこう一生懸命混ぜたんですけれども、結局やっぱり最初の段階でお砂糖と十分に混ざり合っていないのでムラの状態になっちゃったんですよね。うわー、これ焼き上がった時にねこれがどう影響するかなと思って心配したんですけど、娘はまあまあなんとかなるからいいでしょうっていう感じなんですよね。まあ本人がいいんだったらそれでいいやと思ってほっといたんですよ。娘が一人でクッキー作るにしても大変かなと思って、最後の最後までまあ付き合ったんですよね。私はもう余計なことはせず、例えば片手が塞がっていて片手でクッキングシートを敷きたいなんていう時に
ね、片手じゃやりにくいですよね。だからそういうところだけちょっとねシート敷いてやるとかね、使い終わった食器を洗っていくとか、そういう方でサポートしながらちょっと横について見てたんですよ。女の子大変ねってこんな夜遅くまでね頑張ってせなあかんの、これ分かっててみんな食べてくれてんのかねなんていう話をしてたんです。そしたらね、いやこれもらった男の子の方も大変よって言うんですね。なんでよって言ったら、だいたい3倍返しでしょってすごい厳禁なこと言うんですよね。いや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 、お返しを期待して作ってんのかいっていうね。男子女子関係なく友達にあげるチョコレート 10人分っていうことで作ったんですけれど、まあ、後輩ちゃんたちもねなんかくれるような予定をしているらしいんですよね。で、後輩ちゃんたちは今日からスキー合宿なんです。だから14日には渡せないっていうことで、スキー合宿から帰ってきたら渡すっていうことでね、また後日作る予定をしているらしいです。はい、輪針の方移し替えられましたので、こちらダイソーさんの輪針は置いておいて、針のお尻のところにこうキャップつけておきます。はい、で今ねこういう感じで、まあ、袖がこうついてこうね前開きになっていて、裾がこういう風になってっていう感じでねできてきているんですが、前立てを先に編むか裾を先に編むかっていう問題ちょっとありますよね私あんまり普段カーディガン着ることないので、いろいろ見てみたんですね。そしたらやっぱり裾を先に編んでから前立てを裾のこの端からね全部こうずらーっとこう前立てを編んでいるっていうのが多いんです。はい、なので私もまあ裾を先に編もうかなと思っています。で、色どうしましょう色選びね、こういう感じのね柄のねカーディガンになってきているので、色選びがね楽しいですよね。どの色にしようかな。今残っているのがこういう感じの紫系と茶色がこのぐらい残っています。でグリーンもねちょっと違うあの淡い感じのグリーンもちょっと残ってます。青色系が青色がこれだけと ここに入ってる分とこんだけです。グリーン系このぐらいですね。だから裾と袖口と前立てを編まないといけないんですけれど、どの色を使ったら果たして、よくマッチするのかなっていうね、今ねすごいそれで悩んでいるところなんですね。さあどうしましょう。前立てやっぱり紫がいいですかね。茶色も綺麗ですよね。茶色で前立て持ってきても悪くはない。ちょっと考えます。はい、なんとなくですが決まってきました。裾のところはこのグリーン系をね使っていこうかなと思います。結構な量あるのでこれでいけるかなと思います。両袖は紫色使ってみましょうか紫ここにね2本ほどラインでね、こう紫スッと1本入ってるんですけれど、結構な量が余っていますので両袖にこの紫系使ってもおかしくはないかな。どうでしょうかね。でこの前立てですね、前立てのところこの青色使おうかなと思ってます。身頃の方にもこの青入ってるんですけれど、この青色だったらどの色ともちょっと合うかなと思いまして、でこれを前立てに使っていこうかなと思っています。でそうするとね茶色がね綺麗な茶色なんですけど結構な量余ってくるんですよ。これにも入ってますし、でそしたらこの茶色は茶色でね別のものを編むときにスヌードとかだったらねこのぐらいの量あれば十分編めるかなと思いますので、茶色は残しておいてね別のものを編むのに使ってもいいかなって思っています。で、まあ、こう言っててもねまたね、いざ編んでいったら途中で前立ての色が変わってくるとか、前立て紫にして袖をブルーにするとかそういうこともあるかもしれないんですけどね、まあ今の気分ではとりあえず裾のところはこのグリーンかなと思っていますので、これ使って編んでいこうと思います。なんかねすごいこの糸楽しいですね。まあ、グラデーションになってるんですけれど色の変わり目っていうの分かりやすい感じで、イメージするところとしてはカラーペンがずらっと並んでるような感じに私には見えるんですよね。でそのカラーペンでここ何色にしようかなってこうペンの色選んでこう書いていってるっていうようなそんな
印象です。ベタっと一色じゃないんですよ。ちょっとかすったような色がずっとね、どの色にもそういうかすったような色が入っていて、ベタっと一色じゃないんですよね。だからこれがすごくいいなと思います。ではね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。明日は裾のところ編むところから始めていこうと思います。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。